東京の北の玄関口上野駅が今日開業130周年を迎えました。今日は午前9時から記念入場券が発売され、用意された1100セットに長い列が続きました。一番乗りは昨日の朝5時だということです。記念セレモニーでは JR 東日本の出口東京支社長が、人生の節目を上野駅からスタートした人も多いと挨拶、伊沢八郎さんが集団就職の若者たちの心情を歌って共感を呼んだああ上野駅を合唱しました。このメロディーは寝台特急が発着する13番ホームの新しいベルとして、今後も乗客を見守ります。また来月31日まで130年を振り返る記念写真展も行われています。